こんにちは。こんにちは。ワオ進学アドバイザーの上野です。ワオ進学サポーターの田内です。早速ですがクイズです。国公立大学の中で志願者の数が日本一多い大学はどこでしょう？どこでしょう？正解は2022年に大阪市立大学と大阪府立大学が合併してできた大阪公立大学です。でも2つの大学が合併する前は千葉大学が6年間トップでした。6年間も千葉大人気あるんですね。そう、千葉大人気あるんですよ。実は田内さん、その千葉大では2020年から留学することが卒業の条件になりました。すべての学生さんがですか？はい、すべての学生が留学必須です。ということで今日は千葉大の全員留学についてお話ししようと思います。続きは本編をご覧ください。